こんにちは、トルーパーズの山中です。11月27日アイスバーアット赤塚製氷ということで、うちも、出張ナイフ1インアイスバー赤塚製氷ということで、日曜日1日だけでのイベントですけど、当日は、夜中出発して朝到着、イベントブース設営、そしてイベントを10時から4時まで、ね、ちょっと途中バタンって気絶してるかもしれませんけど、ちょっと頑張ってやりたいなと思っているので、当日はこんなもの商品並べに行きますよっていうのを簡単にざーっと紹介していきたいと思います。最新のマルチプライヤーセンタードライブプラス、このハンドルの柄の部分にこのナイフが刺せるよっていうゲイターコンボアックス、こちらはこのハンドルの部分にこのちっちゃいノコギリが刺せますよっていうゲイター2コンボアックス、こういったポケットクリップ付きのイージーアウトスケルトン、こちら袋入ったままですいません、ウィンターグローブのテンペスト、そして色々屋外からサバゲーやら何やらいろいろ使える万能な人気のインターセプター X、 そして今回、特売中の、トルク LE、 こちらは大変お買い当日もお買い得の値段でご購入できます。こちらアルティメイトサバイバル、こちらはシースにこういったファイヤースターター用のロットがついていて、せーの、こんな感じ、はい、こんな感じの面白い感じのハンドナイフ、ダウンウィンド、割と小型で小さな面白い形の、アウトドアバーベキューなんかで最適な、トライチップダウンウィンドドロップ、小型のマルチツールアームバー、これも今回特売中の、サスペンションネクスト、こういった小さなマルチプライヤー、畳むとこんな感じ、こういうのも人気なんです。ダイムマイクロツール、こちらは各色ありますね。本来はグローブポーチですけど瞬時にマスクを取り出せる、こちらのマスクはトービエンというお店で、背面はこのようにベルトにつけて使うことができます。メイドイン USA ストロングアーム、ブレードの厚みはこんな感じ、ゲイターフォルダー、プロスカウト、こうやって片手で出すことができます。面白いポケットナイフ、小型のキーノート、コントローラーリゴー、大きな魚をさばいてください。リミックス、リトラクターですね、ギアキーパー、まあこんな感じでこういった鍵なんかを携帯しとくのに便利。これはカラビナタイプとただのこうやってくるくる回せるこの引っ掛けが2タイプありますね。はい、こちらマルチランプ、こちらは普通のランタンとして使うこともあとはこういったちょっと回すことで正面への直接照射による単なる懐中電灯としても使うことができるっていう大変便利なやつですね。こういった3段の特殊ケーブル、護身用品ですね。こんな今年から新しいロゴにしたトルーパーズうちのステッカー、こういったちょっとこのロック部分が弱いよ、あんまり引っかかんないよっていう、まあ、ただねこうやって普通に回して遊ぶには最適、まあ問題ないっていうバタフライナイフ、訳あり品ってやつですね。まあいくつか種類を何種類か持っていきたいと思います。で手にあまりこうまあ、ね、お手柔らかな感じで手に取ってみていただければと思います。お手柔らかな感じで、スポーツ観戦にもあると便利な双眼鏡、
肩掛け1本ですけど、携帯方法としては、まあ、一応ちょっとした吊り下げ用のハンドルもついてますけど、割とあるだけで便利なギアバッグ、ワンショルダー、こうやって背負ってて、普通に前にこうやって出して、こうやってこうガサゴソと使えるやつですね。低価格で大変好評な商品です。各色ありますね。完成したばっかりのカタログも持っていかせていただきますので、よかったら手に取ってってください。山形の景色を入れているという、ということで、数年ぶりのアイスバーイベント再開ということで、コロナ禍の間は山形も大変だったっていうことを赤塚社長より話は伺っております。そんな中でミリタリー用品たくさんちょっとナイフやら何やら持っていかせていただきますが、ここアイスつかみ取りやらアイスバイキングやらと同様に、こういったミリタリー用品も手に取って楽しんでいただけたらと思います。ということで、山形の皆さん当日、トルーパーズもよろしくお願いします。ということで、出張ナイフ市 in アイスバー赤塚製氷の、こんな感じで商品持っていきますよのご紹介でした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。